はい、こんにちは。今回ですね、そのプリウス売るのはちょっと待ってって話をします。プリウスって言っても、古い型のプリウス。まあ、20とか言われるとこですかね。多分2009年とかなんかそこら辺ですかね。10年以上前のプリウス、今めちゃめちゃ高いんですよ。普通だったらありえない金額がつくんですよ、プリウスって。これでも、普通に、例えば査定をするじゃないですか。査定ってね、全部基準があって、年式グレードとか車種とか、それで全部基本金額ってあるんですよ。そう。それはね、多分ゼロです。普通に査定するとゼロなんですけど、まあ今始まったことじゃないんですけどね。まあ去年ぐらいが多分もっと暑かったのかな。まあ今でも全然高いんですけど、プリウス、もう10年以上前のプリウス、これがまあ10万キロ走ってろうが、20万キロ走ってようが、普通に査定をすると多分2万、3万とかぐらいで、下取りってなると多分そういう査定をされると思います。普通に査定をすると多分そのぐらい。ただ、プリウスが高いって言われる理由が、プリウスのマフラー、触媒の部分なんですけど、これね、パラジウムっていう金より価値があるって言われるようなね、素材が使われてるんですよ。まあ、より多く使われてる。まあ、それで有名なのがそのプリウス。で、ま、古いタイプの方が、その10年以上前のプリウスの方が、まあ、含有量が多いんじゃないですかね。もう基本的にロシアぐらいからしか多分出てこない素材らしいんですよね。まあ、今そういうのが止まってるじゃないですか。なんで、そうなると市場価値がやっぱり爆上がりするんですよね。だからそのプリウスの触媒ってめちゃめちゃ高く売れるんですよ。で、10年以上経ってるプリウスが、高い理由っていうのはほぼそこです。マフラー、触媒のおかげですね。で、その、まあ、他にもそのレアメタルとか、まあ、レアアースとか言われますけど、まあ、そういう素材も価値があるんで、ほんと高いです。なんで、もし、その10年以上経ってるプリウスに乗ってる人だったりとか、まあ、その人が、ま、車を買い替えようと思った時に、普通にね、まあ、車屋さん行って、下取りで買い替えるっていうスタイルにした時に、もし、もう10万円もつかないような、査定をしてきたら、それは本当もったいないです。確実に10万円以上で取れます。今、プリウスは。古いタイプのプリウスは価値がないよって言われてでも、10万円以上では絶対査定がつくはずです。なんだったら、まあ、15ぐらいは絶対つくんじゃないですか。うん、もっとつけるとこはあると思いますけど、まあ、それぐらいね、今、プリウスって価値あるんですよ。で、これ、まあ、窃盗団がいるぐらいなんですよね。そう、プリウスの触媒って、これがね、まあ普通に車止めてるじゃないですか。まあなんかね、ちょうど外しやすいところにね、潜ったらできるようなね。だから本当ね、めっちゃパクられるらしいですよ。いや、それぐらいね、やっぱり人気あって、もしよかったら、その、ヤフオクとか何でもいいんですけど、プリウス触媒、プリウスマフラーとかググって、まあヤフオクとかそういうの見てください。本当にね、破格の金額で落札されてたりとかね、取引されてたりするんで、まあそれぐらいね、価値があるんですよ、今。2、3年前だったら多分全然価値なかった車が、今はすごい価値なんですよね。プリウスっていうのはすごい今熱いっすね。本当に。だから20万キロぐらい走ってるし、もうボロボロだから、ね、もうこれいいやってね、買い替えようと思ってて、まあ普通に車屋さん行って下取り査定して、ああ5万ですねとか言われたら、これはマジで損ですよ。もう確実に10万以上は絶対つきます。もうどんなに外装がボロボロだろうがもうどうでもいいですよ。もう10万円以上では絶対今買い取りできますんで。そこだけはね、注意してほしいなって。まあ、プリウスって、めっちゃ売れてるんで、その世代、その10年以上前のプリウスを買ってる人とか乗ってる人っていうのは、結構高齢の方が多いと思います。高齢というか、まあ、年齢が上の人が乗ってる場合、なんで皆さんの親戚だったりとか、友達の親だったりとか、まあ、いろいろあると思いますけど、そういう人たちってやっぱこういう情報とかあんまり知らないんで、ああ、はいはい、みたいな、そうだよね、みたいな。ね、5万ですねって下取り査定言われても、ああ、そうだよねってなるんですけど、もし知り合いにね、そういう親戚だったりとかね、まあ自分の親だったりとか知り合いにいるんだったら、いや、マジでプリウスは高いよっていうのはね、伝えてた方がいいかなと思います。ほんとね、マジで高い。で、そうやってなんか、中古車の市場ってめっちゃ上がってるんですよね。まあもちろん上がってるのは間違いなく上がってるし、まあ円安の絡みもあるんで、めちゃめちゃ高く買い取ったりとかもあるんですけど、もともと価値のない車、2、3年前だったら、まあ、1万円ですとか、うん、2万円ですって言われてた車も、今価値が上がってるんですよ。これはもうプリウスに限らず、まあ、どの車種でも、まあ、軽自動車でも一緒ですよ。全然査定出ないよっていうので、まあ、まあ、1万円っすね、買い取りって言われてたのでも、まあ、2倍、3倍では今売れます。まあ、そういう時代なんですよね、今。だから、いや、価値ないよねって思ってるかもしれないけど、軽でもそんななります。で、これが、
普通車、まあ、排気量によっても変わりますけど、まあ、排気量が大きくなればなるほど、高くなります。なんでね、やっぱそこら辺はね、その知ってた方がいいっすね。で、よくあるのが、なんかネットとか見てたら、なんか結構 YouTube ショートとか TikTok とかでも結構流れてくるんですけど、そのあなたの車、実は高いですよ、みたいな、なんかまあ広告流れますけど、あれはね、もうね、まあもちろんあるんですけど、もうなんかね、びっくりするような画像を出してくる時あるんですよ。もうなんか、ね、15年落ちのただの軽自動車が0円って言われてたのが、他社で言ったら80万円で売れましたとか、あのね、そんなバカなことはないですよ。あの画像はね、いや多分みんな見たことあると思うんですけど、いや、あれはさすがに無理っすよ。いや、もちろんね、跳ねるやつあるんですよ。それでも、大体、車種がわかりますよ。その、軽自動車で、まずないっす。軽自動車で、他社でゼロだったのが、80万円で売れましたとか、いや、あの画像はね、印象操作でしかないんですけど、あり得るのは、まあ、ハイエースとか。うん。ハイエースはね、例えば、10万、20万って言われてたのが、5、60万で売れたりとか、これはね、ワンチャンある。あれね、ほんとね、あの、広告だけはね、もう笑っちゃうんすよ。いや、さすがにそれはひどくない？まあ、話的にはわかるっすよ。価値がないって言われてた車が高く売れるっていうのはもちろんあるんすけど、あれはやりすぎっすよ、あの画像。いや、マジであれやりすぎ。まあ、でももちろん上がってるのは間違いなく上がってるんで、なんで、ああ、どうせこれ価値ないだろうなって思って言ってる車でも全然今は高く取れます。思ってる以上に。もちろんね、その、まあ、古い軽自動車とかだったら、たった2万上がったぐらいとか思うかもしれないですけど、まあ、市場価値で言うと、2倍3倍にはなってるんで。で、軽自動車で言っても、まあ、この前も動画出しましたけど、NBOX とかだったら、まあ、10万キロ超えてても、もう10年ぐらい経ってる車で、初期型の NBOX だったとしても、普通だったら安いんですけど、まあ、10万円ぐらいでは買い取りとか、全然あり得るんで、まあ、まあ、車種によって変わりますけど、まあ、全体的に、その価値がないと言われてた車ですら、今上がってる状態。これはね、ほんとね、まあ、情報として知っておかないと、なんかね、ほんと損する人っていうのは出てくると思います。まあ、そこら辺は知識としてね、持ってた方がいいかなと思います。いや、ほんと高いんですよ。まあ、まあ、プリウスが今一番バグってますね。価値のない車の中で一番バグってるのは今プリウスですね。いや、マジで触媒が高いんですよ。通車の場合だったら、ほんと言ったように排気量で金額全然変わるんで、1500cc の車より、2000cc の車の方が高いっすね。それはもう排気量が大きい方が高いっすね。それあれですよ、その、もともと査定が出ないって言われた車の中ですよ。もともと査定が出ません。もう10年以上経ってます。査定したら0円ですっていう車だったら、排気量で、金額は結構変わります。まあ、それ、まあ、金額が、査定が出てっていうなるとまた変わりますけど、価値がないって言われてた車が今上がってきてるっていう状態。そういうとこを知ってるか知ってないかで、全然ね、動き方変わってくるんで、まあ、知識としてね、知ってもらえればと思います。まあ、ちょっとね、今日はそれを言いたかっただけですね。ちょっとね、今回車から撮影しましたけどね、ちょっと思いつきで動画撮りましたけど、またね、動画出していくんで、よかったらチャンネル登録と高評価とコメントとツイッターのフォローをよろしくお願いします。バイバイ。